さあスーパーファイトもいよいよ決勝戦です。下馬評では圧倒的劣勢のチャランコ選手、名帝剣水流対水球炭酸剣チャランコ。こいつまさかズラに気づいたんじゃ。聴覚スタメが間の抜けた表情。いつもこの顔なんだけど。構えて連続蹴りが全て寸止めだ。チャランコ選手は頭部をガードすることしかできません。お、ズラ飛ばしに来てたわけじゃないのか。わかった、行くぞ。さらに数段速い。決まった。今のはさすがにヒヤッとしたぜ。マジでカツラ取れるかと思った。楽しませてくれよ。君普段は何やってるの？普段散歩したり怪人倒したり。まるでヒーローみたいなことしてるんだな。まあ将来はヒーロー目指すのもいいかなって。さっき A 級ヒーローたちとも試合したけど弱すぎて話にならなかった。ヒーローなんて名前だけさ。俺の求めている楽しい人生にはむしろ退屈の元になる不純物かな。あれ落ち込んだ？君を認めてるからこそアドバイスしてあげたんだけど。なっ、クリーンヒット。これからも一つアドバイスしてやる。着用が発覚してしまいました。で、チャランコ選手は失格。なんとここで試合終了。逃げよう。遊びは終わり。ここからが本番だ。俺の本気をまだちゃんと見せてなかったよな。逃がすか。楽しくやるんじゃなかったのか。負けたままじゃ楽しくないんでね。名帝空流拳。こいつ聞いてない。君に武術の何たるかが少しは伝わったのかな。武術とは要するに、なんか動きがかっこいいものだな。浅い。さっきのぐるぐる回るやつで怪人倒せたらかっこいいもんな。なめるな。決まった、ヒップアタック。あ、帯が。負けた。初めて Take it home。